こんにちは。昭和40年代生まれの皆さん、速稼塾の久保です。今回はですね、超レトロゲームをメルカリで買ってしまいました。パッケージがこんな感じで、まあ、当時インベーダーゲームが流行ってた時代なんですね。で、これはLED でも蛍光灯でも何でもなくって手書きです。ですんで、この箱のイラストの通りにゲームが行われると思ったら、当時は大間違い、まあ、イメージが膨らまされてね、で購買動機になるってことなんですけども、まあタイトルがスペースベーダーって言ってね、インベーダーとはどこでも書いてないんですけども、キャラクターはまさにインベーダーゲームですよね。そしてゲーム機本体がこのような形でございます。単三電池2本で動くんで、もすでに入れてありますけども、さあどこも光りませんよ。ここにねスイッチオンオフがあって、ここにミサイルのスイッチがあって、基本的にインベーダーが上の方にいてですね、機体は自動的に左右に動くからタイミングを合わせてミサイルを発射するだけというね、ワンプッシュゲームですね。で、これは相手がどんどん侵略してくるんで、手動でリセットをしてまた一からやるってことをやんなくてはならないんですよ。つまりゲーム機時代に、まあ、自動のね、なんとか機能ってのはないわけですよね。ちょっと見にくいですね、すいません。角度を変えていきましょう。はい、ということなんで、ちょっとねゲームを始めてみたいと思いますけども、音が結構笑いが出ちゃいますね。うるさいですよ。入れます。下で飛行機が動いてるでしょ。で、これで撃つとミサイルがピュンと飛ぶ弾道が見えるはずなんですけども、もう古くて見えません。でもなんかエイリアンがね、たまになくなるでしょ、こうやって。で、少しずつ侵略してきて、ゲージがここにあるんですけども、このゲージがどんどん下に下がっていくのがわかると思います。ミサイルね、飛んでる弾道が見えないんですよ、ね、古くて。だから分かりにくいと思いますけども、ミサイルを撃つと弾の軌道がね、ちょっとうっすらと映るようになってるらしいです、ね、こんな感じでゲームが進みます。お、当たってる。あ、終わっちゃいましたね。以上でゲームセットで3つ残りましたって感じですよね。そうすると手動でこれを上に上げて、もう一回最初からという感じですね。スペースベーダーね、本当にこんなゲームが当時むちゃくちゃ面白かったんでしょうね。流行っていたというか、こういうエンターテインメントってのは相対距離ですから、これ以上に面白い遊び、缶蹴りとか鬼ごっことか面子とかがあれば、そっちの方に人が集まるし、これが面白いと思われれば、まあ、これに集まるし、で当時の価格とかをね考えると、これが精一杯だったんでしょうね。四半期でこのぐらいの手軽さで持ち運びができてね、まあ、ポケットに、まあ子供のジーンズのポケットとかには入らないでしょうけども、持って歩けるギリギリの線です。で、今回メルカリで買ったんですけども、本当にねこれだけのものをね保存状態よく残してくださって、本当にすごいなと思います。販売された方の紹介ページには、なんか駄菓子屋の奥にあったみたいなね、それを出してきましたってことだったんで、多分実家が駄菓子屋かなんかをされていて、その奥にあったんでしょうね。説明書も綺麗な状態で残ってますし、あとこれ画面がね傷つかないように、こういったティッシュペーパーを入れてくださったりとか、こういう風なプチプチを入れてくださったんですよ。これすごいですよね。やっぱり子供が見ると、この1枚の説明書の中にいろんなドラマを思い描いたんでしょうね。で、当時の箱らしくって、ほら箱にも説明書が書いてあるんですよ、うん、はい。スペースベーダーね、すごい骨董品ですよね。まあたびたびやることはないでしょうけども、懐かしさになんかね胸を震わせた、そんな昭和40年代生まれの速稼塾の久保でございました。ありがとうございます。